本気を見せてやるのだ。ハッ、ドラゴンダイバー、せっとこんなものなのだ。転生したらスライムだったけ、魔王と竜の建国譚。街にいるキャラクターとの会話を推奨します。リブル様、お前も族長だったんだし、街を平穏無事に。他のキャラクターとの会話を推奨します。リムル、ミリム、会った時にも言ったけど、もちろんなの。他のキャラクターとの会話を推奨します。今度いいけど。さーて、今日も何事もなく。って言ってるそばから大型の魔獣の接近を。ここは俺にお任せを。手札から攻撃する技能の魔装痕を使う。手札は全て技能の魔装痕であるため、6枚全てを選択可能で、複数枚選策するとコンボとなり。対応策はどうだ。一気に行くぞ。続けていくぞ。お任せください。奥義の魔装痕を使うと、奥義の魔装痕を増やすために技能の魔装痕を奥義の魔装痕再現じゃ。奥義の魔装痕で6コンボ発動することが可能。各キャラクター、これは使える。一気に行くぞ。奥義ゲージが溜まったため、奥義発動痕はどの手札とも組み合わせて使うことが可能です。他の手札も選択。これが切り札だ。誰一人逃がさない。神の怒りを焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。覗き見はこれくらいにしておきましょうか。もっと見たかったです。まあまあ、どうかしら。パパの勇姿はとってもかっこよかったです。私もあっちに行きたいです。まだその時じゃないわ。でも安心なさい、すぐに会えるわ。あ、そういえばまだ名乗ってなかったよな。俺はまさかのまさか、スライムとなって転生してしまった。強力な仲間の加入が期待されます。通常は魔晶石を消費してスカウトを実行できます。平和だね。高密度のエネルギーを検出。なっ、おいおい、これって
ばいんじゃないか。乱したという罪であなた方を排除します。終わらせましょう。さあ断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは強力な仲間が加入しました。コク、新たなクエストが解放され、コク、先確認しました。よし、行くか。みんな、ここでは感づかれるかもしれません。よし、やってみるか。敵や味方のキャラクター名を知れ、対象の詳細情報を展開します。敵の情報を把握して戦闘を行うことを推奨します。直線、森の平和が守られましたね。チェックマークをタップすると施設が開放されます。住民数が増加しました。国村の住達成報酬では多くの魔晶石を獲得でき、中間に各種機能、各施設をタップすると施設に対するレベルアップで住民村に訓練場を建築することを推奨します。訓練場を建築するとホームへ国達成済みのミッションが存在します。国達成済み、性能が向上しました。スキルを獲得しました。スキルを獲得しました。大賢者が成長し、思考加速と新ミッションの達成を重ねることで様々クエストや強化対象の推奨情報を展開します。引き続きクエストを進行、これは
平和だね。はじめまして、俺はスライムのリムル。悪いスライムじゃないよ。ちょっとだけ本気を見せてやろう。覚悟せよ黒稲妻。悪いが負けるわけにはいかないんだ。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれる。キャラクターのレベルアップ、クエストクリア以外にも各キャラクターの詳細、長押しをしてマソを消費してレベルアップを行います。マソはクエストクリアなどで獲得可能です。今回はレベル10以上になるまで長押しを続けることをする。レベルが上がり、各強くなりました。覚えたスキルも整理したし、準備万端。これは使える。やっ、来たまれ。対象が出現しました。さっさと始めようか。一部のクエストでは捕食が可能です。捕食に成功するとスキルを強化できます。捕食の成功確率は戦闘捕食ボタンからユニークスキル捕食者を発動することができます。捕食者を発動しますか。現在の捕食ゲージに従った確率で成功します。捕食に失敗しました。これは使える。やっ、行くぞ。敵から攻撃を受けたことで捕食ゲージが減少しました。来たまれ。せい。これは使える。やっ、一気に行くぞ。せい。
成功確率高。ユニークスキル捕食者の発動を推奨します。捕食の解析結果です。猛攻強化を獲得しました。猛攻強化を獲得しました。猛攻強化を獲得しました。森の平和は守られましたね。捕食評価が高いと獲得したアイテムはキャラクター詳細画面から使うことができ、スキルの強化を行うことが可能です。平和だね。いかに魔王といえども、この俺から逃れることはできない。創始万葉山。ちょっとだけ本気を見せてやるのだ。ドラゴンダイバー。せっとこんなものなのだ。行こう行こう、楽しいな。さっさと始めようか。やすやすとは。楽しいことをさせるのだ。どうだ、終わらせるのだ。やるな。きますね。そこ終わりにしましょう。やるな。私はやってるのだ。私もお役に立つ。助かる。でしょう。森の平和は守られましたね。
なったし、頑張らないとな。能力を開示します。能力がいろいろ。能力を開示します。強くなりました。強くなりました。能力を開示します。また強くなってしまった。また強く。能力を開示します。断罪の時です。いいですね。王女隊になったし、頑張らないとな。